皆さん、こんにちは、こんばんは。声優の梶裕貴と寺島拓磨です。はい。ついに我々終盤に差し掛かってまいりましたね。俺たちの気持ち的にはもう今終わりに向けて。そうですね。だって出てきたからね。そう、九段のエブリンが、うん、もうね、いわゆるボスであろうご家族の皆さんも、そう、着々とやっつけ、しかも宮の秘密まで分かって。そうね、どうしよう、なんか次の部屋とかで終わったらまだあるでしょ。さすがにまだあるから、まあ、そんなところで、はい、なんとですね、カプコンさんからこちら見えますかね。でれんよく揃った。こちら皆さんもうね、ご紹介もしましたけども、次回作に当たるで、あの、いや当たりますね、バイオハザードビレッジ、この続編ですね、今我々がプレイさせていただいている。はい、これの、はい、レジデントイービルから、はい、ビレッジへ。でも、そんなこと言っている場合じゃないんですよ。まずは、俺たちはこの悪魔の住処から脱出しなきゃいけないわけですから。そうね、彼をビレッジまで届けなきゃいけないですから。というわけで、はい、おそらく終盤戦、頑張りたいと思います。はい、え、2人とも手、これ。あ、こういうこと選ぶのか。ミア、ミアを直します。これは船か。え、何、どうしてこんなところに船。なんだよこれは。そうそうそう、これ多分エブリンじゃないらしき人。お、いる。思い出してきた。じゃあまた家族になってくれるよね。いいえ、ダメ、家族にはなれない。これまでもこれからもあなたと家族になってならないのよ。じゃあいい、まあ、言い方しない。お前なんていらない。やめろ。おー、いるじゃん。おー、おー。前回、エブリンと一悶着ありまして、はい、びっくりさせられて最後に、はい、あいつ。そうですね、もう機材めっちゃある、ね、この感じは船を操縦する部屋じゃないですか。こんだけあるってことはきっとそうだよね。放送室じゃないよね、きっと。まだ使えそうね。おお。とはいえボロボロじゃないですか。監視カメラ、うん、1。あ、本当だ、生きてる。怖ー。これさっきの先生っぽいからね。見られるんだ。なんか動いてる人映ったじゃん。やだー。あ、さっきのエレベーターじゃない、ここから来たじゃない。またそこが映るんだ。これどっ、うわっ、うわ、びっくりした。そうだ、イーサン、イーサンなの。やばいやばい。まだ間に合えばいいけど。え、どこにイーサン。わかった、間に合うか。一番下ね。わかった、一番下にいるの。行かなきゃ。おい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 お
やだ、早く助けてくれ、自分の影が怖い、このフロア探そう。やだブリー、あ、怖い、やブリー、行こう、頑張れ頑張れ頑張れ、ニアはダメか。何これ、あ、爆弾じゃない、あのビデオで見た、やめろやめろ撃つな撃つな、やめろ、おいる、え、こーわ、気持ち悪い、お、船長室だ、なんかあんじゃん、キャプテンズキャビン、船長、あー出そう、大丈夫かな、船長、あーあーあー、今今今、あ、おい、マシンガンだ、お、銃パッと見、俺も詳しくねえけど、ハーブか、いや、ハーブじゃあかんじゃん、これマシンガンですね、きた、多分頑張って開けよう、あの、なんだ、ハニワみたい、これで、あの、穴にグッって無理やり、グッグッやったら、こんな近くに答え置いてある今まであった、そんなこと、力ずくで開けよう、お、トリース、もうエレベーターしかないよ、だいたいさ、エレベーターってもうさ、なんか天井開いたりするんじゃん、え、ああ、これだって3、おお、ほらほら、なんかあった、よくあるじゃん、スパイ映画のやつで、石のマーブじゃないな、お、これか、あ、来た、あ、来た、よかった、これ船長室行ってなかったらもうおしまいでしょ、もう迷宮入りだよ、
あー、怖いですよ。これこっから来たもんね。そうそう、これは元に。もう降りるしかないよね。使わないんかい。使わない。え、落としてないの。あ、いるね。中から撃てないのかな。あ、なんかいっぱいね、中が。ケーブルが完全に焼けちまってる。甲斐があったんだが、3回医務室の機械を直すときに。クエストですね。俺がだから今現状どうしようもできないケーブルが抜けている。ヒューズもない。ヒューズはあれじゃない、ビデオの中で見たさ、使ったじゃん一回。あそこのやつがまだ生きてるとかじゃないの。とりあえず登り込むじゃん。なんか今あそこになんかある。あ、ナイフ。ナイフだ。でもナイフな、今欲しかったけど。アイテムボックスがあるかもしれない。ジャミジャミ聞いちゃうと。でも無視ね、もうジャミは。アヒージョ。わあ、めっちゃ後ろ。あいつやれるんじゃない今だ。気にしないふり。逆に口笛で気づかれるっていう。あ、この曲は安心よ。じゃあなんか転がってるよ。金属。おー、出た。あれ、いきなり気づかれない。いたらどうしよう、目の前に。いなくなって、なんかいなくなって、いなくなって。大丈夫、右にいない、後ろにいない。向こうに歩いてた説。あーす、どこ行ったんだ。普通に進むか。じゃあ見てないね。ああ、いるな。じゃあ見てますね。あ、来たな。どうしましょう、閉めちゃったよ。銃で、いや、あいつなんか手変異してるからやったほうがいいよ。え、倒す。あ、うん、倒した方がいいかも。マジで。いや、わかんないけど、だって、あ、でも逃げられるなら逃げよう。一回さ、出ようか、じゃあ。あ、いるいるいる。あぶねえ。あー、痛い、なんだよ。腕変異してるから多分長いじゃん。怯えながらガッツでいろいろ探るか。うわー、びっくりした。痛いな、締めたい。はい、痛いな。お疲れした。え、なに、お前すごい冷静だな。え、おっと、わー、いるじゃん。どうしよう、どうすればすれば。逆しかないじゃん。引きつけて、 あんまり油断しないと。引き寄せてからのこうですよ。ほほほ、冷静。それどころじゃないって言われなかった。あ、違う。やばい。はい、じゅわーす。じゅわー、じゅわー。で、締めたい。締めて。はい、俺だったらパニックだよ。ふぅ、お前すごいな。成長が著しいね。私はやだー、くらいいる声がするんだよね。声はするけど姿は見えず。ここでそのコートとかヒューズ、なんか医務室にヒュー、ヒューズで。うわぁ、なになに、どこどこ、やばい、音がやばい、音がやばい、どこどこ、あのでかいやつの音じゃない。どこどこ、いや、左左左左、もうちょい左、そこそこそこの多分物範囲からゲボが出てた。そこから、あー、これは倒すやつ。やらなきゃいけない。どうする。うわぁ、倒さないと無理じゃん。え、だって逃げるんでしょ。これ使う。あ、じゃあダーって言ってペッて置いてくるんじゃん。いいの使って。 ZR でいいの使って。うん、いいと思う。あ、やばい、なんか吐きそう。あ、やばい、あ、危ない。投げるんじゃないこれ。投げるの。下やった。当たったの。浮かんだ。やれ。おー、いってた。おー、いった。結構大胆です。まだか、どうだ。お、倒した。強っ、強っ。リモマークめっちゃ強い ね。うわー、怖かった。新種の敵の恐ろしさ。はないね。あいつあれじゃん、厩舎であったやつだよ。ゲボ入っくやつだから覚えてた。あ、入ってきてたっけ。うん、もうあの時撃つことしか考えてなかった。あ、これ倒さなくてもこれだけ取ればよかったんじゃないの。あー、いけたのかな。あれだろ。あ、そうだ、ゲームエレベーターゲットしましたね。でも あとエレベーターにはあとヒューズが必要なのか。じゃあエレベーターを入れればいいかな。入れて、入った。ヒューズ見えてんの。え、どこどこ。いや、いないいない、大丈夫。音だけ。うん、ここはいるから。うわー、いたー。さっきの一回最初にボーっとしてたやつだ、あれ。
そう、坊ちゃん変わり果てたさ。ああ、エフどうしよう。エレベーターに逃げよう。エレベーターだ、エレベーターだ。ちょっと行けんの？ジャミは多分登れないよね。登れはしないと思う。いや、今入っちゃう。で、入ったら生まれる？いや、これ入ってこない。出てったんだ、あいつ。出てそれが歩いてたのかな。なんだ、やった、うまくいきましたね。いったね。あー、これあの奥の部屋。あー、びっくりした。おい、いるじゃんかよ。入ってバラエティ的には最高の登場の仕方でしたね。お前でもこの入ったら新しいやつ出てくる可能性。しまんない。あ、もうそしたら使えます、銃。もう覚えます。お、いけるいけるいける。これ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 、えい、なにこれ。お、あ、これ謎解き。勝手に回したならばよかったな。え、この絵をどうすればいいんだ。このままでは開かない。ん、ヒントがあるんですか。じゃあ同じ。うるさいな、もう。同じじゃない。本当だ、同じにすればいいのか。あ、ってことか。向きを揃えればいいのね。じゃあこれが逆さま、赤が下で、赤が下でピンクが左上。うっかりドア開けませんように。A ボタン押して。開いた、開いた。あ、おい、妖怪。めちゃめちゃ妖怪。どんだけ妖怪すんの。なんだあれですよ。お、爆弾来た。また置いてある。どうなってんのこの船。あ、ああ。これ持ってきゃよかったな。マシン&ガンですよ。おりおり。こうでいいんだ。そうそうそう。あ、で、ここか。で、ここで。ああ。早い。待って、それ無理じゃない。いや、早くない？めっちゃ早い。待って。早いタイプのやつで。巻いた？え、あの、あれはもう無理だよね。ずる。ほう、さっきいなかったやん。あ、これか。それ妖怪しようとしちゃった。危ねえ。できるんだろうけど。ほんとだ、きたー。マシンガンとまただ。どんだけ。爆弾めちゃくちゃある。エレベーター修理。あ、ヒューズは、ヒューズがだから多分1階じゃない。そうそう、寺島さんの。いや、嘘。ある。いけます。じゃあ、どうなっても知らん。レクリエーションしてください。レクリエーションルーム行けばいいんだね。そうでしょうね。ここにヒューズ入れなかったっけ。あ、ほら、あ、違う。あ、入った。あ、もっとヒューズ。あ、あったあった。え、取ろ取ろ。はいはいはい。で、あっちがレクリエーション。何があるんでしょうね。自然順序は閉めて。リュック。リュック。おお、これは嬉しい。まただ。え、じゃあまだミヤミヤタイム続くってこと。するんじゃない。で、ヒューズ取ったからエレベーター戻ればいいのか。うん。ここだ。行けた。ここか。で、ズーヒュー。ズーヒューっていう。うん。じゃあこのズーヒューを入れるね。はい。で、おお、動いた。動きまんねん。危ない。で、え、行くか。行こう。わー、しましょう、行くぜ。なんと、バトルになるのかな。行くか。で、出ても無視するよ。お、びっくりした。うるさい。いいシャン。駆け抜けますな。もう、知らん、ここまで。あー、アイテムとか、いいの？あるかな。ないのかな。わぁ、めっちゃ来る。こいつは殺そう。え、嘘。え、嘘、いけるでしょ。やめよう。なんかわかんないけど、取ったぞ。そこ、なんか、ないかった。嘘、なんかあった。ないかった。右、ほら、開けるマーク。そんなことしてる場合じゃない。ほら、なんかあるけど。お前、めっちゃ食らっとるやんけ。やばい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 。やばい、もう使うよ。はい、シャシャするね。あー、
生まれてる間に行くぞ。行けない。行けない。なんか大きい声してる。だね。お前だ、あ、でかいやつ。吉野さん。これ、どけて。どけて。え、何今？逃げる。なんかと。取った？なんかと。これじゃあもうこの先だよね。何個か取ってないものはあるけど、まあもういいでしょ。いいよ寺島さん、もう限界です。俺は俺のやり方でやればよかったんだ。戦えばよかったんだ。あー、いる。エヴァ、誰か狙えない。私のためにやってほしいことがある。何ですか？何？お産いいですよ。産とりあえずイーさん助けないと。イーさん、お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 、心配しなくていい。傷つけはしない。え、どういうこと？今までずっと自分を抑えられなかった。どういうことだ？殺したかったわけじゃない。マーガレットだって同じだよ。息子のルーカスもな。頭の中的なこと？もちろんゾイもそうだ。すべてあの子が、エブリンがやった。あの子は何なんだ？めちゃめちゃ落ち着いてるよ。あんたたちに何をした？だ、本来こういう人だった。嘘、ショック。あの子は妙な力を使い、俺たちを感染させた。あの子は俺が沼地の船のそばで見つけた。今いる俺たち。それから全てが変わった。感染させて今日支配するのか。正確には違うな。あの子は無理やり心に入り込むんだ。そうなったら、え、被害者だったの？もうできない。一度あの子とつながると自分の感情も抑えられなくなって。ミアと同じだったんだ。じゃあその後はもう全く別人になってしまう。ミアが送ったメッセージもエブリンの仕業か。エブリンは自分の家族が欲しいだけだ。エブリンがかわいそうだな、そう聞くと。いいな、お前ならあの子を止められるはずだ。イーサン、家族を自由にしてくれ。お願いだ。うわ、悲しい。なんか戦いの記憶が、ね、違うイメージに変わっていく。やめて、イーサンから離れて。なんで？誤解してない。私が相手よ。やめて、彼に触れないで。イーサンを傷つくのは私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたらどうする気？お前はママじゃない、ね、そう言ったよね。動けない、動けない。あ、イーサンか、じゃあ。あ、なんか、イーサン視点。そう、多分ビャーってなってたから。おう、じゃないかな。おいおい。ミア、ミアのアップは未だにちょっと怖い。そうね、トラウマだよ。でももう治ってるからね。血清で。あ、ありがとう、ミア。ミア、どうしたじゃあ、ここを出て、あなたがあの子を探して、これを。なんだ、なんで待って、なんで何してんの？あなたを助けるの。あ、いるよ、後ろに。ミア、ここから出て。もうこれ以上耐えられそうにないのよ。こんな扉じゃ無理でしょ。あれ、でも、ミア、またなんか、やめろ、反省してない？ダメだ、ミア、やめろ。なんだこの展開。嘘、そんなバットな感じ？マジで？どうしたらいいのこれ？開かない？でも開けたらもうミアの思いが。本当だ、開かない。入れるんだよ俺たちの情熱を。肺組織、あそこに